キラキラどうもです。今日はみんな何してましたか？お仕事？労働ね。コンボにありがとう、どうもです。私はね、そうネイルしてました。また取れちゃったから直してた。ハマっちゃった。すごい、でも女の子らしい趣味ができた気がする。サティさん、たかゆきありがとう。おかしくち、仕事から帰ってきて筋トレしてた？おつー、私まだ今日してないや。今日ジム休みだったから、そうできてないですね、まだ。ハタありがとう、どうも。ジム休みあるよ、そりゃあるある、普通にある。毎週火曜日とかが休みだった気がする。カーキンとかが休みだったような。金曜日は違うかな、わかんないけど、なんかこの前停電になったから、そうやってなかったって書いてあったから、へえと思って。そうよくわかんないけど、計画的停電みたいなやつ、無給じゃない。そう、エニタイムとかそういうとこは無休かもしれないけど、やってない時もあるんじゃない？コウモリありがとう、ハートもありがとう、キラキラもどうもです。のんちゃんこんばんは。私まだあれ見てないよ、なこさんのキスシーンのやつ。見れない。学部どことか聞いてちょっとキモくてごめんね。この前ね。学部どこなん。ちょっとキモってなっちゃったかな、てひってね。え、かわいい女の子を見るとね、おじさん黙っていられないんでね。そう、うん、ナイルママありがとう、言ったっけ、にちゃにちゃ。ねえ、言い方がよくないわ。ニヤニヤって言ってよ、にちゃにちゃって。すごい、にちゃ、みやびちゃんにナンパされてる気分だった。しましちゃ、あ、しましちゃ。そう、うんた猫みたいな喋り方になっちゃった。そう、ね、しちゃうよくおじさんだから、おじさんちょっと困っちゃうな。え、てか LINE やってる？どこ住み？ねえ、みんなのね、勤務先とかバイト先まで把握してないと気が済まないから。そう、すみませんね、重くてね。ポテサラさんありがとう、コウモリ、ゴンちゃんさんありがとう、キラキラどうも。もう勤務先バイト先全て把握してないと気が済まないんですよ。だからみんな教えてね、実はこういう仕事してんだよみたいな、へーってなるから普通に。綺麗さが増してきた、ありがとうございます、嬉しいですね。のでネイルしたって言ったじゃないですか。ネイルチップでね、長さ出したんですよ。そしたらなんかちょっと生活しにくい感じになっちゃって、え、でも可愛くない？うまいよね。さあ、まだね、薬指の方生えてないんで、爪がこれなんですけど、そう
中さんのドラマ、ドラマは見れるけどキスシーンは見れない。そこだけ飛ばしちゃう。無理無理無理、ね、ちょっと受け入れられないなってなっちゃう。おじさんが、おじさん泣いちゃう本当に。今のここまで一息ですからね。どう、可愛くない？ゴテゴテよ。こっちはね、親指はあれです、地爪でね、こっちはネイルチップで作ったの。でもなんか生活ちょっとしにくいんだけど。合ってる？よかった。生活しにくいわ。長いね、爪がちょっと長すぎたかもしれない。でも取れないよこれ。もう本当にネイルチップ装着なんちゃらでつけてあったから、まあ、取れたら困るんですけどね。ペサラさんありがとう、お菓子こっち。でもすごいね、ネイルチップって本当に爪の形に合うんだね。ねえ、びっくりしちゃった。自分の爪の形に合うのって本当そんな簡単にないでしょって思ったら、あるんだ。あ、ごっちお菓子ありがとう。あ、どうもどうも。おじさんにはわからない世界、頑張れ。うん、バラありがとう。どうも、ハートもありがとう。こんばんは、こんばんは。ネイルチップつけたいけど長いの慣れてないから不安。私もね、慣れてないですよ全然。初めてつけたもん、こんな長いの。大丈夫、いけるよ、なんとか一日生活できてるから今のところ。できる、お菓子だ、ごちそう。じゃあ私が最近デュフってなった話でもしますか。おじさん関連で言うと、そう、クキナホちゃんとお手伝いしたじゃないですか。その時結構喋る時間あったから、結構でも私、そう、人見知りの私からしたら結構ありえないんですけど、そう、結構話したんですよ、ディープなところまでね。そうで、なんか本当可愛いよねみたいなの言われて、キャってなって、なんか口説かれちゃったみたいな思ったんですけど、そう、なんか斉藤渚さんに目元本当似てるよねって言われて、ってなっちゃって、ちょ、マスオさんもって感じなんですけど、そうねって言われちゃったっていう。住んでるとこ、聞いたよ普通に。聞くっしょ、私も教えたから、なんかね、お互いね、ウィンウィンみたいな、どこ住みみたいな。その流れで LINE やってるって普通に本気で聞いちゃったんで、なんかみたいになっちゃった。そう、LINE 交換してなかったんですよまだ。結構レッスンとか同じだったけどしてなかったから、でもした方が なんだろうねいいと思って聞いたら、本当に住んでる話、ところの話から LINE やってるの流れだったから、ちょっとね、危なかったね。ナチュラルにしちゃった、セクハラみたいなの。すみません、縁でした。あ、はじめまして、チキ取れたので嬉しかった。覚えてますよ、もうタイガさんね、よろしくお願いします。チキツイ嬉しかったです。慣れてない、チキツイって。ともちゃんありがとう。コウモリチャラ男じゃん。せやでね。でも聞けちゃったよね。
ラインもね。あ、ギャルみたいな長い爪は怖いよね。ちょっと可愛いけどね。全然ライカさんありがとう。ハートとキラキラ、どうも。そう、ナンパしちゃった。すごい写真撮ってもらったんですけど、その時もねすごい褒めてくれるから、そう、緊張で早口にはなってたかもしれない、わかんない。どうだろう。え、だってあれだもん、もうあ、でもこれは言わない方がいいのか。そう、今ちょっとよかった、危な。そう、あのね、そうですね、まあいろいろあるんですわね。でも一緒に電車で帰ったりとかもしちゃってますからね、私今も。撮影会とかね、の帰りといえば撮影会があります。イエーイ。11月の予定は X に貼ってあるので、固定ですか、についてるのでよろしくお願いします。29日にあります。でも28日チェキカメもありますので、もしよかったら会いに来てください。マリームーンさんの衣装借りるよ。よろしくお願いします。ん、だるまちゃんありがとう、どうも。古刹も残ってるし、でも古刹は恥ずかしいかもって人は団体も空いてるのでよろしくお願いします。衣装まだ見てない。え、いつなんだろう、何も言われてない。フィッティングするよーとかも何もない。え、怖くない、これ当日、当日なのかな、わかんないな、本当に知らない。もうあの、知ってて知らないって言ってるんじゃないから、ちょっと怖いわな。まあお楽しみに。私も楽しみにしてます。はい、何がいいかな。ワリームーンさんのすごい可愛いから、そう、一回は欲しいって思ってて、そう、え、ちょっと震えちゃうよね当日は。え、怖くない。え、だってライブの衣装をその日に見るみたいなことでしょ。ちょっとおじさん震えちゃうな。何、どういうのがいいかな。ちょっと要望だけ口にするのはね、ただなんでね、言っときますか。なんか猫ちゃんとか、なんだろう、動物系着たいかも。あ、でもどうだろうな、わかんないな。動物系あるのかな、いっぱい。そう、私本当に好きだから、コスプレとか見るのもよく見てるんですよ、マリームーンさんのサイト。そうね、すごい可愛い。リハーサルまだです。かな。猫ちゃん見てみたい。あ、15分経過です。おじさん、いろんなおじさんがドキドキしてるね。シャントさんありがとう、キラキラ、どうも。猫ちゃんいいよね。何がいいかな。あ、猫ちゃんといえば、あの X にあのこの前の撮影会の写真いただいたの載せたので見てくださいね。拡散してね、よろしくね。リプも待ってますんで、寂しくなっちゃうんでお願いします。あれはキツネだし、マリームーンさんじゃないよ。そう、
狐も可愛い。でもあれすごい気に入ってる。なんか話すことあるかな。最近29日は私服、あーそうですね、私服かな。あれ会場どこだっけ、サンみたいな名前のとこですよね。サンパディックみたいな名前の、違う、あれ違うっけ、新宿とかだっけ。まあ、私が言いたいのはですね会場の雰囲気に合わないからちょっとコスプレはしないかなっていうのを言いたかっただけです。あ、 ABC、 あそこか、初めてだなそこ。そう、まあハロウィン近いんでコスプレもありかなって思ったんですけど、合わないかなと思って雰囲気に。なので私服だと思います。ぶっちゃけ言うて私もそこまで持ってないしね、あれもコスプレも。もうセーラー服ぐらいしかないんじゃない、みんなに見たことあるけどみたいなやつだったらね。鈴香ちゃんありがとう、キラキラどうも。セブンさんありがとう、花束もどうも。なキラキラどうも、ハートもありがとね。うん、おお、何今の、なんだっけ、ピエロだ、どうも。なんかあれかな、盛り上がる話みたいなのなんかないかな最近か。うーん、なんかあれな気がする、チャットに結構書いてるからそれで話すことがないのかもなんだろうね。あ、でもそうだ、それで言うとみんなどう思いますか、まあ、最後にするから聞くの。あれ、私がチャットなくなるじゃないですか、だからあれ作ろうと思うんですけど、福若というかもう一個、もうみんな本当にね、まあ、反応とかしてくれるじゃないですか、いいねとかリプとかで。でももう毎回みんなができないほどうるさいようなアカウントを作ろうかと迷ってるんですよ。チャットの代わりみたいなねもんですね。そこまでチャットみたいに毎日写真送るとか動画送るとかはしないかもしれないけど、そう、写真とか動画は今のちゃんとしたアカウントで載せるので、インスタのストーリーとかね。なのでどうでしょうか、ただつぶやくだけ、もううるさい、すごくうるさいと思う。水飲んでくるねとかも言っちゃうかも、いつかお水飲んでくるね、お風呂入ってくるね、お風呂出たよとか、うん、もう究極もうどこどこの松葉に行ってくるねとか言っちゃうかもしれない。危ないね、いいでね嬉しい。寂しくなっちゃうから、あー、なるほど、ぜひそちらでね寂しくなる気持ちをなくしてください。非公開でメッセージを送れる SNS どういうこと、あれじゃダメですか、じゃあ非公開だったら見られたくないってことですよね。メッセージ見られたくないんだったらインスタの DM とかがいいんじゃないかな、今のところでは。あ、全然負担にならない程度にもうねしますよ。
じゃあまあ何事もなければ作るかと思いますので、よろしくね。そっちも本当ありがとう。どうも。卒業すると元のグループの歌とかコンサートでは歌えないの？どういうことですか？私がですか？え、わかんない。それは普通にあれじゃないですか、権利とかお金のことがあるからじゃないのかな。そう、いろいろね、今そういうの難しいからね。うん、コウモリありがとう。ちょっと難しいことだし、マイメロなんでわかんないですね。そう、マイメロちゃんなんでわかんない。マイメロ、イチゴのことしかわかんないからそう、ちいかわでありマイメロです、私は。キャハ。公演配信ですか、舞台ですか。うーん、わかんないな、それも。ちょっとマイメロなんで一人コラボまあね、ありがとうございますがしびれる、なんかすぐ足しびれちゃう最近。血流が悪いのかな前メロロンね、いいよね、結構ね、あのマジな話いいですよね座り方普通よ、普通普通。別に私チードロドロじゃないですからね。そう、だってあれだもん、私アネビームのところとか泊まるの多いけど、あれですよ、なんかアネビームが出す料理ってすごい高カロリーだからびっくりしちゃうんですよ、ほんと。みたいなほんともう、すごいわーって、まあ、作ってくれるのは全然嬉しいんですけど、でもそれ全然ね、最初の方は申し訳なくて食べてたけど、そうちょっとね、全然捨てるとかじゃなくて食べてないから、血液サラサラだと思う最近。体力つきそう、まあ、いい言い方するとそう体力つきそうなご飯。そう、いい言い方ですね。今度から真似するわそれ、体力つきそうなご飯だねって。そう、でも料理すごい上手だからそれ食べたくなっちゃうよね。え、でもそう、牛乳私めっちゃ好きで、最近めっちゃ飲んでるんですけど、もう異常、もう血液が、牛乳ってくらい飲んでるけど、そう、なんかね、置いてあった牛乳、まあ、飲んだんですね、いいって聞いて、そしたらなんかイカの味がした、なんか炭火焼きのイカの味がする、お祭りのイカ焼きの味がした。危ないと思う多分私じゃなきゃあれダメだったよ、ほんと危なかったと思う。みんなだったら倒れちゃってた。え、本当になんかちょっと臭かったし匂ったし、え、でも賞味期限内だったんですよ普通に。まだ1週間とか何日かあった気がする、賞味期限まで。え、何もお腹壊すとか全くない、本当に。これは思うけど、そうなんです、そんなこともありましたね。
こう隠してるだけで私なんかいろんなことある気がするなんかそれね、なんかお手伝い関連で言うと、なんか私がなんかみんあの握手する方の手を消毒するみたいな係をやったんですね。でなんか、まあ、その時に話しかけてくださる方もいらっしゃって、でなんか前世何とか前世あるみたいな聞かれたんですよ。でも私それあの本当の前世だと思っちゃってあ、鈴香ちゃんあとありがとう。さあなんだ本当の前世っていうのはですね、私のこう HKT にいたとかそういうことじゃなくて、マジモンの前世だと思ってしまって、えって言ったんですね。結構深刻な感じで。そしたらなんかえ本当の前世を聞いてますかみたいなことを言ったんですよ。私がちょっと恐ろしくて。そしたらなんか、いやそんなスピリチュアルな話してないよって返されちゃってね、すごい恥ずかしかったですね。ね、急にえスピリチュアルって思っちゃってちょっとねブルっちまったんですけどねそう、全然違った。HKT にいたかとか、そういうアイドル活動してましたかみたいなのを聞いてるだけだった怖いね、怖いのは私だったって感じね、恐ろしい思考をしてたのは私だったよね。誰が急に前世のこと聞いとんねんって感じですよね。そんな急にね、え、あなたの前世は何ですか、今幸せですかみたいな感じですもんね。それ、まあ、幸せよ私は。ねえ、うん、コウモリありがとう。お菓子まあ、前世何って聞き方もあれです、私が今こんな感じって言っただけでちゃんとした聞き方だったですよちょっと待って、今なんか変なアニメキャラみたいな口調になっちゃった。まあ、あ、それが知りたい人はまあまあまあいるかもね。そういうの前世っていうの言うよ、言う言う、アイドル活動してたかとかそういうのですよね。言うよ。ん、おまけかな。ありがとう。うん。でもこれ私、まあいいですよ。前世ね、猫とかじゃない？わかんないな。わかってたらちょっと怖いけど。猫でありたいですね。あ、でもそう、それで言ったらさ、アネミームの話してて思い出したけど、リュックもらったんですよ私。イエーイ、もらっちゃった。もう入れ替えた中身。嬉しい。めっちゃ可愛い、ほんと。とても良いですね。キズパワーパッド、あ、買ってないよ、忘れちゃった。なんか普通に治ってきた気がする。痛くないそんなに。まあ痛いっちゃ痛いけどみたいな感じ。同じ靴を履かなきゃ大丈夫な気がする。ショールーム終わるのを今日22時にするんですけど、その時に終わる間際にみんなレッスンシューズって書いてもらっていいですか。今思い出した、すごいゾッてした。思い出してレッスンね明日あるんで、
ね、忘れちゃったら私また2000円払わなきゃいけないからでも怖い、やめて。100均とかってね、靴売ってないんですかね。もう売ってるのかな。もう売っててもあれか、舞台じゃないよ、あれです、普通にダンスレッスンがあるんですけど、そう、よろしくお願いします。ダンスレッスンがそうあるので、レッスンシューズって売ってね。2000円は高いわ、ちょっとね。もうさすがに払うのちょっと嫌。ガマさんありがとう、ハート、どうも。そう、毎回ほぼ払ってるからちょっとやばいよ。履いて寝たらまた痛くなっちゃう足が。2000円超えちゃうからね、2500円とかわかんないけど、ちょっと忘れたけど、覚えてておきたくないからね、出費がね。今ちょっと動けないのでしないです、今入れない。通知機能リョお願いします。あ、全然踊るとかは大丈夫ですよ、レッスン。今日甥っ子が生まれ、あ、めいっ子ですか、読み方。言われても配信切ったら忘れそう。そういうね、ひどい偏見をする方はあれですよ、さよならしちゃいますから、覚えておきなさいよ朝には忘れるのでは。なんかみんなが思う私って何、ひどくない、忘れないし。じゃあいいよ、言わなくても逆ギレですね。あ、でおめでとうございます。女の子の双子、おー、双子いいじゃん。おめおめ、チャットで書き込む。なんかそれありがたいんですけど、なんかまた逆ギレしそうね。実際忘れてる、忘れてないから、この前忘れてないし、そう、忘れてないから、自主練もちゃんと行ったし。ドジッコエピソードください。そこまでドジッコじゃないからわかんないな、ないな。ねえ、本気でないな。逆にね、よくしちゃう、全然ない、ほんとない、思いつかない。ドジッコじゃないからテキパキしとる。7時間前に集合場所行った。なんかそれもうドジッコ過ぎてない？ドジッコ通り過ぎてるよね。7時間前はちょっとやばすぎるという感じですね。サーバーで追い出すの苦手。それはドジッコではないのでは？ただのちょっとおバカちゃんですね、それは。でも私出せるから、もうそれあれも使えるし、ティファールみたいなのそう、成長したよね、ティファール使えちゃうから。そう、ね、宿題今やろうとしてたとこみたいなね感じの気持ちになっちゃうので。うん、雅文そういうとこ好き。え、ティファール、え、ケトル、そうよ。え、なんか変なこと言った
ちょっとドキッてした。ケトルよ、あのスイッチを押すだけ、カチッって言ってお知らせしてくれるやつ、いいよねあれね、すごい便利。 2,3 個欲しい。うん、とても良いですね。水入れてセットするだけ。そうですよ、読めるし、読めるし。なんでダメなん、燃えるんだっけ。3ついるよ、スープ用とお茶とカップ麺用。ね、3ついる、ね、すぐ沸く、あれびっくりしちゃう本当に。じゃあちょっとほなスマホやっとるかと思ったら、えっ、ー、と思っちゃう。あの動画見終わらないもん、 YouTube とかの、まあ、見終わるまでちょっとかかったら長いんですけどね。なんか家電関連で言うと、そうね、なんかアネミームがルンバ欲しいって言ってるんですけど、え絶対いらなーと思っちゃう。まあいいんじゃないって言うんですけど、私はイエスマンなので。いらないよねルンバって、ぶっちゃけね、考えちゃう。欲しい家電ってそんなにないな。なんだろう、食洗機とか。でもちょっと手入れがあれかなって思っちゃう。食洗機は早くて楽そうだけど、そう手入れがめんどくさいのかなって。何、骸骨出てきたし、ありがとうございます。プレステ、ああそれは普通やし、家電、まあ家電なのかな。プレステは欲しいでしょう、そりゃ 2,3 個そりゃ欲しい、5個ぐらい欲しいね。かぼちゃ、え、そうなの、え出てきたよ骸骨。あれかな、ランダムなのかな。あでも家電で言うと、家電に入るか、 iPhone とかね、いいよねあれね。うん、まあでもいらないかな。ああれがいいかも、AirPods。 あれほんほんと、あの AirPods こそ何個あっても困らん。そう意外に切れるの早いね AirPods って。3時間とかしか持たないよね、連続再生してたらね。そう AirPods とあの携帯充電器、あの持ち運ぶ充電器が何本あっても困らん本当に。あとコード、充電コード、あれはいいですね。ケーブル、そうケーブルね、そう変えてない結局。ハートありがとう。あもうちょっと持つの AirPods。 うーん、そう私がね、何世代なんだろうあれ、わかんないな、ちょっと何とか世代みたいなのちょっとわかんないんですけど、 AirPods Pro みたいなの使ってる気がする。それの次ぐらいのが出た気がするんで、ちょっといいなと思って。でも最近なんか充電に固執しなくなった気がする。前は 100% とかないとほんと不安だったけど、その98とかで少ないって思っちゃうぐらいだったけど、全然今 2% とかで使ってるもん。 2% はちょっと怖いけどね。怖さはあるけど、なんかその怖さがいいみたいなのある。
2% で充電って落ちちゃうよね、あれ落ちちゃうんでね、あのツイッターとか見てたら。なんでみんな気をつけましょう。ツイッター結構使いますので。え、今29日の撮影会申し込みした？ありがとう、嬉しいどっちですか？こさつか団体どっちですか？三部？まあ団体かな。ありがとうございます。70% 切ったらする？まあね、もう全然今50とかなら大丈夫。うん、久しぶりに会えるね会いましょうね。携帯の寿命縮むんだ、知らん。シャントさんありがとう、コウモリどうも。ですかね。28日のチキカメで久しぶりに会います、よろしくお願いします。あれですよね、舞台のチケットも買ってくれましたよね、ありがとうございます、優しい。あ、 80% までしか充電できない設定、なるほどね。見てますからね、みんなの見てるからね。逆にこちらこそありがとうございます、来てくれて嬉しいです。当たるのみ、当たるよ、当たらんと思ったら当たらん。でも舞台ってあれですよね、ん、撮影会で撮影した画像どうしたらみやびが見れる？ああ、あのツイッターの DM に送ってください、そしたら見れるんで送ってね。舞台生で見るのも何年ぶり？それを私にしてくれてね、めっちゃ嬉しいですね。舞台って本当、あ、 X です、申し訳ございませんやん、 Twitter じゃありません、 X です。でも X って呼んでるの 9% とかしかないらしいですよ、あの呼んでる人なんかみんな Twitter って呼んでるから 9% ぐらいしか呼んでないらしい。私その 9% に入ってたよ、今ちょっと入ってなかったけど。あ、送ったの見れまして、ありがとうございます。うん。舞台ね、ちょっと緊張しちゃうわね。稽古とかね。稽古が一番緊張しちゃうかも。なんか私リハとかが一番緊張するタイプだから、そう、本番も緊張せんのかって言われたらそうじゃないんですけど、そう、でも何が一番緊張するって言われたらリハかな。リツイートも、あー、そっか、リポストとかじゃ、なるほど。最初の方、あー、そうそう、なんかね、全然そんな人たちじゃないって分かってるんですけど、なんか演技こそこそみたいな言われたらどうしようとか思っちゃって、そうなんですよ。PJ さんありがとう。なんだっけ、お化け、どうも。
独学。でも即興劇関連ではしてますよ。あのレッスンみたいな。舞台ごじっちゃってるじゃん、楽しみすぎて頑張ります。ね、なんか稽古とかもどんな感じなのかとか全く分かんないから楽しみ。なんか人生の経験値が上がりそうな気がするうん、違う人演じる、そう、それが楽しいよね。一番好き。いい経験になりますわ。ダンスも頑張りますね。だってあれだもん、今ダンスレッスンの話になっちゃうけど、なんかむずくてついていけないっていうのはないけど、なんかでもさ、あの最後動画撮るんですよ、ダンスレッスンの最後、あのみんな振り V 用みたいなのとかで撮るんですけど、そう、あのね、そう、なんかその動画の私は結構踊れてるけど、その後やるってなると集中力切れてるのか分かんないけど、そうレッスン以外だとなんかもうすごいしょぼい感じになっちゃうそう結構むずい。もうなんかあの足のステップが変なことになっちゃうそう、なんかふんふんってやってるそれでちょっと泣きかけたもんね、もう嫌だってなっちゃった全然嫌じゃないんですけど泣きかけてもうたわ。なんか低気圧の時とかにね、自主練しちゃうとね、心がやられちゃうんで、その時にもううわーってなっちゃうそう、低気圧ね、ほんとよくないよね、あれの時ってねいやいやって泣かないでねちいかわかな、泣くよ、レッスン中もいやいやって言ってる毎回。じゃあ先生にね、じゃあここの振り付けやってねって言われて難しいの言われた時、いやいやって言ってるよ、プルプルってこんばんは、こんばんは。でその後ね、先生が泣いちゃったってね、感じのルーティーンをね、ハートありがとう、どうも。そう低気圧のせい、最近ねもう冬になってきたからよくない気圧が眠くなっちゃうしね、低気圧の時って。頭痛くなる。ああ、結構辛いね。私頭痛くとかなんないんですけど、そう。八丸先生。そう。
朝起きたくなくなる。あー、それ低気圧なんだ。じゃあもう私毎日低気圧かもしれない。ほんと、だって今日とかも低気圧だった気がする。私毎日そう、なんかそう、私のね住んでるとこってね気圧が良くないからね、そう毎日そうですよ。もうな、低気圧ちゃうか。低血圧ではないと思う。うーとかなんないし。なんかあれだもん、ん、何の話しようとしたんだっけ、忘れちゃった。でも全然体調不良とかにはならないよ。あ、レッスンシューズね。ねえ、危ない。レッスンシューズ。そう、ありがとうございます。命の恩人じゃん。2000円救ってくれましたね。そう。よかった。お財布から逃げずに済みましたよ。明日ね。ねえ。もうまた嫌ってなっちゃうから、もうまた忘れたってなっちゃう。ね、みんな忘れてたよね、レッスンシューズね。まあ忘れることあるよね、人間だもんね。ちょっと持ってくのも忘れないようにしないといけない。なんかいろいろある。まあ大変よね、そういうのって。通信状態良くない？あら。叩いてみ。治るよ。上履き何センチ？上履きね、24だとちっちゃいんですよね。そう、結構ね、子供向けの上履き、子供向け？まあ、なんか子供用ねっつってちっちゃめに作られてるのかわかんないけど、私24でも靴履けるんですけど、ちっちゃいから24.5で、でも24.5で結構ぴったりで、むくんでる時とか結構痛いから、言うて中敷きあったら25いけるかもしれない。って感じです。でもまあ24.5ですね。上履きね、バカにしちゃいけないです。めっちゃ踊りやすいからね、あれ。ね、子供が履いてる、走り回ったりするじゃないですか。だから結構ね、いいよ、ほんと。なんか職場で履く靴探しててみたいなのとか、ちょっと運動不足でジム行きたいけど靴がないみたいな人は上履きいいですよ。上履きね、普通に島村とかにあるよ。島村、うん、あるある。
島村とかアベイルとかにもある。あとはなんだろう、どこにあるかな、まあそんな感じ。でも誰かな、男性とかだと足のサイズがないのかな。うーん、まあ探してみて。まあ大体の人はあると思うんで、サイズ。あ、ネットでもそうあると思う、全然。でも私レッスンシューズね、何年も同じの使っててね、それめっちゃいいです。なんかね、セールで売ってたんですけど、なんか空気入ってる靴ってあるじゃないですか、あれいいよね。そう、透湿なあれなんですけど、上履きね、上履きはね、だいたいね500円とかでお釣り来ると思う。だから500円払ってレッスンシューズゲットできるか、2000円払うかって考えたらね、そこの出費が痛いんですよね。まあ500円ならまあ忘れてもうーんってなっちゃうけど、2000円ってなるとね、ヒーってなっちゃうね。そこの値段を知っちゃってるから、上履きの値段を知らなければ2000円まあ仕方ないのかなとか思ってたけど、もう安い、もうほんとバカにできない。まあよかった、最後に靴の話しといたんでね、忘れずに済みましたね。なんで忘れるかって、人間だからですよ、人間だもの。ちょっとチクチク言葉っぽいね、しかも22時シューズありがとうございます。じゃあ壇上見ますか。13位の人から、13位はフルキャパさん、12位 PJ さん、11位鈴鹿ちゃん、10位サンチャントさん、ごめんなさい、9位ともちゃん、8位カベチョロさん、7位ハマピーさん、5位、6位ワラワラタンさん、5位チェジンヨンさん、4位シロクマさん、3位タカちゃんカモノアシさん、2位タカユキ、1位タイトさんでした。おめでとうございます、ありがとうございました。パチ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 、はい、レッスンシューズ忘れません、ありがとうございました、いろいろとそれじゃあ終わります。ありがとうありがとう、こちらこそ。それじゃあまたね、おやすみ、バイバーイ。